暇だね。ですね。浴衣でそんな格好しちゃダメだよ。この方が風通しが良くて涼しいんだよ。別にいいじゃないか、いるのは女ばっかりなんだし。小花は男の子ですよ。危ない危ない、危うくお嫁に行けなくなるところだったよ。それにしても暇だね。暇だとついでにだらしなくなっていけないよ。雨も上がったことだし、私の車で町の方にでも繰り出すかい？遊べるようなところありそう？人が集まりゃどこかに盛り場ができるもんさ。私はパスです。お子様ですので。私もだよ。っていうか咲夜さん車。あっちゃ。買ってきてこっちで飲んだら？まあそれもそうなんだけど、一人で飲んでもつまらないじゃないか。そんなものなの？そんなものだよ。わかった。みんな暇なんだね。だよ。ですね。それでは、こんなものはいかがでしょうか。トランプですか？なのですよ。いいけど、私は花札とかの方が燃えるんだけどね。私はあんまりゲームの種類とか知らないです。ババ抜きぐらいはわかるよね。やったことないですけど、それぐらいならなんとかなるかと。つづら、あんたが知ってるのって？実際に経験あるのはブラックジャックとバカラとポーカーぐらいしかないですよ。バカラってルール自体はブラックジャックと大差ないものなんですけど、大きな違いというか特徴はそれで勝敗を競うゲームじゃないってことです。そのルールで勝敗を競うプレイヤーとバンカーのどちらが勝つか、または引き分けかを当てるだけの単純なゲームなんです。三択問題です。それって面白いの？長判打つのだってサイコロ振るのは壺持ってるやつだけだろ。そんなこと言われてもそっちの面白さだってよくわからないよ。じゃあ競馬だ。あれだって馬券買ってヤジ飛ばす以外には見てる以外にすることないし。え？馬とか騎手の人を応援しに行ってる人も結構いるんじゃなかったの？
まあまあお二人とも、ここは性格で分かれるところですから、それ以上続けたところで話は平行線ですよ。咲夜さんみたいに勝利すること、あるいは勝者の時計に対しての執着があるなら、バカラも長範を打つのも十分に楽しめます。あんたね、自分のことを棚にあげて私だけをがめつい無法者みたいに言うんじゃないよ。私はやったことあるというだけで、好きとも何とも言ってませんから。意外だね。あんたは嫌いなのかい？好きじゃないですよ。そういう勝負事って人やら欲の絡む争いですからね。だけどただのゲームでしょ。かかる人にかかったら何でもゲームになるんです。古代ローマの見せ物しかりですよ。つづらちゃん、ちょっと大げさ。そうですね、何でも一括りにできるほど単純じゃないんですよね。今のは少し大人げなささげでした。大人げってまだ子供だし。いいでしょう。それならゲームを始めましょうか。やるからには一片の容赦もなく、死体に鞭打つ勢いで敗者弱者を追い詰め、むさぼり食らって勝ちますけどね。そういう家風で育っているので。能書きはともかく血は争えないみたいだね。随分とまたやる気じゃないのさ。だけどね、10年生きたかどうかの小娘に勝負の何がわかるっていうんだい？刹那の時で悟る者もいれば、800無量をかけて真理から遠ざかる負け犬もいますからね。生まれついての星の差って大きいですよ。それより月が大きいよ。必要なのは運の満ち欠けを見る目じゃないのかい？才能ないのは辛いですね。自分の力で惹かれないんじゃ、運任せでもしょうがないですね。運にも見える天地の理って、結局のところ事前の情報収集と調整作業に追うところが大きいじゃないですか。季節外れの台風待ちじゃ、いくら待っても神風なんて吹かないですよ。面白いね、面白い。一大事ってのは時も場所も選ぶ間もなく嵐のように訪れるって、とある連中に思い知らされたんだけどね。この場で証明してもらおうか。問答無用に仕掛けられての小細工する間のない勝負で。ですから、運より実力だって言ってるじゃないですか。天の理、地の理が五分なら、勝負を分けるのは人しか残ってないんですよ。こっちも心を痛めずに身ぐるみ剥いで差し上げられます。ふっ、お子様向いても楽しかないけど、まだまだ青いってことを思い出させてあげるよ。残念ながら蒙古藩は3年ほど前に消えました。
OK、 さっさと配りな。お姉さん、お願いします。配るのはいいんだけど、何枚ずつ配ればよいのやら。そうだね、まだ何で勝負するかを決めてなかったね。そちらが選んで構いませんよ。こちらの言い分に後から難癖つけられたくないんで。誰が難癖つけるかい。千年分のハンデだよ。それぐらいはそっちでお決め。では、お姉さん、決めてもらえます？それじゃあ、それじゃあ、ババ抜きで。ダメなの、ケイちゃん。
Ugh!